はい、皆さんこんばんは。アンプミルダー11です、9時になりましたのでライブを始めたいなと思います。今日はですね、メール、アンプをですね、お作り、ご注文いただいて、納めたお客さんからいろいろですね、ちょっと自分でパーツを変えてみたいということで、ご質問をいただいてました。でその、な話をですね、少しこのライブの中でしていきたいなと、思っております。で、ちょっと本題に入る前にね、もう少し、見ている方がいらっしゃってから始めたいなと、思いますので、なんかちょっとその前に違う話を少ししようかなと思います。平瀬理恵さん、いつもありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。でですね、今週は相変わらずアンプですね、807の関係のアンプを、コツ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 作ってまして、先週話したプッシュプルの方はですね、一応終わりまして、UL にして、少しですね、電圧を高くして見て、今聞いてみてるところです。で、どうもかなりですね、調子が良くなるっていうのも、あまり考え的に難しいんですけども、良くなってきたのと、あと前段で使っている6E98 がですね、ちょっとバランスが悪いので、玉をですね、今オーダーしてますので、それをですね、そこから選別して、組み合わせのいいやつを選んでですね、完成と、したいなというふうに考えているところです。結構ですね、UL ですね、スクリーングリッドにこうアウトプットからこう、タップを出してつなぐですね、スクリーングリッドにつなぐ、ウルトラリニア回路ですね、これも侮れないなというふうに今思ってまして、適度な柔らかさと、ガツンとした感じとですね、しっかり出て、小さいトランス使ってるんですけども、いい感じでなっているというふうに思ってはいます。あとですね、近況的な話ですと、ですね、昨日ちょっと、ご本人の方から、名前を出していいかどうかって話を聞いてなかったので、出さないですけども、ヨーロッパのですね、古典管を使ってアンプをたくさんお持ちの方のところにですね、見せていただきましてですね、すごいなと一言で本当にその熱意とですね、よく研究されててですね、すごいなと思って、話をね少しさせていただいた感じです。なんか機会がというかですね、ちょっと今、お話をいただいているので、何かね、将来的にまたここでも話ができればなというふうに思ってはいます。それではですね、少し参加いただいている方も増えてきたので、本題の方にですね、音質に関係するパーツということで、話をね、始めていこうかなと思います。SHS さん、こんばんは、よろしくお願いいたしますということでコメントいただきました。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。どうぞ、最後までお付き合いください。ですね、先週じゃないな、以前ですね、ラックスのアウトプットトランスを使った、アンプを作ったよっていうことで、話をしたことがあったかと思うんですけども、それをですね、送ったお客さんから、いろいろご質問いただいていて、どこを変えてみたらいいですかねみたいな話なんですね。で、部品自体はですね、結構東京高温の、金比とか、使っていて、ちょっとですね、電解コンデンサーは、汎用的な感じのものではあるんですけども、それ以外はそこそこ、オーディオの、いいものを使って作ってます。ただ、聞く人のね、好みで変えてみたりとか、あとアンプをね、いじってみたいなっていうことであれば、全然ね、変えてみるっていうのもね、ありだと思います。そんなに僕の作ってるアンプっていうのは、プリント基板を使ってないですし、
回路自体も非常にシンプルな回路でですね。で、半導体を、一切ではないんですけども、ダイオードぐらいしか使ってないですから、なんかちょっとミスをしてもですね、アンプ壊れないというようなもんですので、まあ、試しにやってみられるのは非常にいいかなと思ってはいます。で、じゃあ、どんなところをですね、まあ、話してるかっていうと、まず聞かれたのは、どこの抵抗を変えるとこう音のイメージってすごい変わりますかっていうのを聞かれたんですね。で、正直言うと答えが分かってたら苦労はしないんですけども、っていう感じなんで、あんまり自分も分かってはいないんですね。で、分かってはいないっていうか、分からないんですね。で、毎回、こう、いろんな部品を買ってきて、つけてみて、ああ、これが良かったとか、今回はこっちが良かったとかってことをやってるわけなんですけども、まあ、初めの頃やって面白かったのが、まあ、ちょっと前も話したかもしれないんですけど、こういうですね、ピントが来ない。フィルムコンデンサーですね。カップリング、いわゆるカップリングの部分ですね。前段と出力段をつなぐカップリングのコンデンサーっていうのはいろいろ変えてみると面白いなっていうのは正直思います。で、まあ、こういう感じであるんですけども、例えば、これね、マスタードって書いてあるやつですね。とか、こっちはですね、ちょっとごめんなさい。今日カメラの調子はあれだな。光がもう、オーディンっていうですね。これドイツのやつですね。それ以外に、まあこういうタイプのものとか、こういうものとか、ですね。こういうものとか。他には、こちらの皆さんご存知ですかね。これスプラーグですね。オレンジドロップっていうものです。怪人じゃないな。戦国通商さんで、僕はこれ買ってますね。それとか、あとは、ですね。これなんかは、オーディオ用のっていうことで売れてるやつなんですけど、なんだろう、HGC って言って国産の、白のタイプですね。の、抵抗になります。で、フィルムコンデンサーって単純にフィルムって言ってもですね、まあ、コンデンサーの仕組みがどうなっているかっていうのを、前もちょっと話したことがあるんですけど、コンデンサーって、どう話したらいいかな。こう、電極っていうのがあって、まあ、薄いその電気がこう溜められる、ものをですね、イメージしていただくといいんですけど、それをですね、なんでこうみんな丸くなってるかっていうと、トイレットペーパーみたいにくる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 っていっぱい巻いてるんですね。その、要はですね、この、さっき言った、その、電気を貯めるところの面積が広ければ広いほど、たくさん電気が貯められるんですね。で、その逆側にも、ここに間に絶縁体があって、で、その反対側にももう一回、もう一個電極があるわけです。だからここの、距離が離れていけば離れていくほど、体圧っていうのは上がるんですね。で、近くついていけばいくほど、その体圧っていうのが下がるんです。だから、体圧の低いコンデンサーって、容量が大きくても小さいですよね。で、体圧が高いコンデンサーって、容量が小さくてもすごく大きくなってくる。で、それは何でかっていうと、その、電極の間の距離を広げなきゃいけないから大きくなってくるわけですよね。で、まあ、そういう形でなっていくわけです。で、ですね、でフィルムコンデンサーっていうのは、そのフィルムのところに、今はですね、その金属を蒸着って言って、表面にこう膜みたいなものを貼る作り方をしてるんですね。で、そうすると何がいいかっていうと、コンデンサー自体をすごく小さくできるわけですよ。だから、例えばスマートフォンなんかは、どん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 小型高性能化してると思うんですけど、そういうのはやっぱりそういうコンデンサーとかの仕組みがどんどん小さくできるようになったからなっていくわけなんですよね。じゃあ、一方で僕らがやっているオーディオの方の話をしていくと、オーディオってよくやっぱり重い方がいいっていう
人がいると思うんですけど、例えばこれ、このオーディンとか、この、マスタードとかあるんですけど、これ、全然ですね、重さが違うんですね。こっちオーディンの方が全然重いんです。で、やっぱり皆さんも重い方がいいっていうのが経験があると思うんですけど、こっちのものはさっきこう表面にメッキしてるようなって話をしたんですけど、こっちのオーディンのタイプはメッキじゃないんですね。金属を薄くこう伸ばしていったものをこうくる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 っと巻いてるんですね。だから、表面だけこうメッキしたものと、要は、金のこうキラキラした製品を思っていただければいいと思うんですけど、金メッキなのか、純金なのかですよね。だから金箔か、金のメッキかって全然重さが違うっていうのは分かると思うんですけど、そういうイメージです。だから、それはですね、コンデンサーの説明書を読むと、これは箔で作ってます。箔っていうのは要は金箔とかの箔ですよね。だそういう金属の薄いシートで作ってますって書いてあるのか、蒸着してます。蒸着っていうのはその上に金属だけをこう、メッキしてあるような状態ですよね。っていうのは書いてあるので、箔っていうタイプの方が基本的に値段も高いですし、重たいですし、オーディオ用には、よくね、いいんじゃないかって言われて、いるわけですね。だから、私も、お客さんからこうアンプを作ってほしいって頼まれたときに、予算がね、例えば、まあ、これいくらいくらですよ、これぐらいですよって聞いたときに、じゃそれに合わせて、まあ、今回は、こっちのやつを使おうとか、こっちのを使おうとか、ということで、いろいろ分けていくわけです。だから、この、まあ、話が戻るんですけど、カップリングコンデンサーっていうのは、非常にその、音の変わりやすい部品です。で、どうしても、まあ、変わりとかいう話じゃなくて、音がいいんだ悪いんだっていうのを知りたいんだと。いろいろ買って試してるのも手間だから知りたいんだっていうお話もあると思うんですね。だけど、あんまりですね、最初の頃、あ、このコンデンサーはダメだなっていうコンデンサーはあったんですけど、それ以外にですね、特別いいなっていうのも、まあ、もちろんあるんですけど、それ以外は、似たり寄ったりだなっていうのが自分の感覚ではあります。例えばですね、まあ、あんまり悪いって言うなって言われるんですけど、例えば、しずき、有名な、ですね、これ、皆さん見たことあると思うんです。これなんかは、やっぱりその作り始めた頃に使ってみて、正直ダメだなって思った。あんまり面白くないなって思ったコンデンサーの一つです。で、最近使って、すいません、ちょっと外野がうるさいですね。使ってすごく良かったのは、高級なんですけど、このイリノイっていうんですかね。オイルコンデンサー。これはすごく良かったですよ。それとか、案件と思われちゃうかもしれないんですけど、アムトランスさん、やっぱりオイルコンデンサーなんですけど、ちょっと見づらいな。ごめんなさい。この辺で見えるかな。アムトランスのゴールドっていう、これオイルコンデンサーなんですけど、これも、こういくらだとか、3000円ぐらいするのかもしれないんですけど、これはちょっと感動もんの、良さだった、部品の一つですね。だこういうのを変えてみると、音っていうのはすごく、アンプの音っていうのは変わっていくかなと思います。だから、その中で自分の好きな、ものをいろいろ取り替え、とか引っ替えして探していくっていうのは、最初の頃は面白いと思いますので、やってみるといいかなとは思います。だんだんやってくるとですね、まあ、もういいかなってなっちゃう時があるかもしれないんですけど、最初何をしたらいいかなっていう時は、その、まあ、真空管のブランド探すっていうのももちろんありますし、こういうコンデンサーを、いろいろ試してみるっていうのも面白いと思います。でちょっと今コメントをいただいたんで、見ていこうかなと思います。川村さん、こんばんは。はい、こんばんは。真空管アンプを作るとき、いつも抵抗やコンデンサーの銘柄選びで悩みます。
そうですね。私もですね、非常に悩みますね。例えば無線と実験とかで見てても、柳沢さんっていうですね、方がいてですね、845とか211とかをよくつく、大きい真空管と大きいトランスを使ったアンプで、シャーシもすごいこだわったのを作られてるんですけど、あの方なんかはデールの無誘導みたいなのをよく使ってて、ただ、抵抗1本がね、やっぱり200円の抵抗を使うのか、20円の抵抗を使うのかっていうのは、悩ましいですよね。っていう感じで、ちょっとすいませんね。外野が2が、子供が隣の部屋で遊んでて、申し訳ないです。っていうのはありますね。はい。僕は雰囲気的にですけど、こういうコンデンサーを、抵抗類を使うと、こんな感じの方向性で、この抵抗を使うとこんな感じの方向性でとかっていうのは、ある程度、思いながら一応やってはいるような形ではありますね。それからですね、あとコンデンサーは、今フィルムコンの話をしたんですけど、電解コンデンサーはもちろん電源のね、あると思うんです。で、電解コンデンサーにするのか、フィルムコンデンサーにするのかっていうのはあるんですけど、そこはですね、実は、なんであんまり話をしないかっていうと、最初に作ってですね、交換しづらい部品ではあるんですよね。場所を取ったり、私の場合、大きいやつは、シャーシに穴を開けて、そこにこうつけちゃいますんで、大きさが一緒じゃないとつけられないっていうのがあるんで、あんまりこう作った後から交換するっていうことはないですね。ただですね、やってみて面白かったのは、一回こう電源の線をアンプの外に出して、いろんなコンデンサーをこうつなぎ替えて聞くっていうのをやったことがあるんですけど、すごく違ったのはオイルコンデンサーでした。なんか動画は昔作ったような気がするんですけど、スプラーグと、ニチコンかなの、オイルコンデンサーを買ってきてですね、こんな大きいやつですね、1000ボルトぐらいの大きくて重たいやつ。だけど容量は20マイクロぐらいしかないようなやつがあるんですけど、そういうやつはやっぱりちょっとやっぱりなんていうんですかね、音の、良さがですね、また違うものがありましたね。で、この前見てたら、オーディオノートさんですね、すごい1台で1000万とかのアンプ出してるオーディオノートさんなんかは、中にオイルコンデンサー、そういうでかいやつを使って何個も入れて作られてるみたいで、どういうふうな違いかって言って、やっぱり音のですね、密度っていうんですかね、濃さが違うんですよね。本当に、もう情報が多いとか少ないではなくて、もう本当に、なんていうんですかね、今までも、すごくこうしっかりと自分のスピーカーから音が出てたなと思ったのが、オイルコンデンサーにしたらもっとこう音が出てくるなっていうですね、こんなにもこう音楽の中に入ってくるんだみたいな、そういう雰囲気がやっぱりあったのがオイルコンデンサーです。でも普段なかなかオイルコンデンサーって使えないじゃないですか。すごく大きくて重たくて、場所取るんで、大きなシャーシだったらとかね、モノラルで作るんだったら使えるんですけど、せいぜいですね、このぐらいのサイズで作りたいですから、そうするとなかなかオイルコンデンサーってやっぱり使えないので、電解コンデンサーとかフィルムコンデンサーかなというふうに思ってはいます。それからですね、堤さん、18金メガネ、NEC のコンデンサーも良かった。18金メガネ、ちょっとわかんないですね。すいません。NEC のコンデンサーっていうのがあるんですね。ちょっとすいません。勉強不足でわからないんで申し訳ないです。あとですね、僕が、アンプを結構今、いろいろですね、アドバイスいただいている方なんかは、パナソニックのですね、コンデンサーがいいよっていうことをすごく言われて、松下電工、どこが出してるんですかね、ちょっとわかんないんですけども、そこがやっぱり、ハクですね、鈴ハクのコンデンサーを出してまして、確かにですね、重さもずっしりするんですね。ただ、色がなんていうんですかね、こういうなんか、黄色とか、
オレンジとか、あとは、なんていうの、こういうハーメチックのシルバーの色とかじゃないので、オーディオンの真空管アンプの中って見えるんで、それを見ると、ちょっと残念な気持ちになっちゃう、色合いであるのは確かなんですけど、その先輩が言う、あの方がおっしゃるには、もうすごく音はいいから、僕もね、久保田も一回試してみなよっていうことで、いくつかね、お譲りいただいたものがあって、まあ、それもキンキンにやってみたいなとは思ってはいます。ね。まあ、これが、まあ、最初の頃、すごくこだわったのが、やっぱりカップリングのコンデンサー。うん、まあ、ずっとだらだら話させてもらったカップリングのコンデンサーが、すごく面白くって、まあ、やりがいがあるっていうかですね、まあ、すごい興味があった部分ですね。で、まあ、あとはですね、ヴィンテージの、まあ、スプラーグとか、コーネルダブラーみたいなものですね。そういうものも非常に色気のある音がして、面白いのは事実ですね。で、不思議なんですよね。やっぱりアメリカの部品って、こう、塩気が濃いっていうかですね、味付けが濃い音になるなっていう雰囲気はしますよね。で、逆に日本の部品っていうのは、こう、薄味な感じ。だけど、まあ、出汁が効くわけじゃないですけど、その、なんか音楽的にダメかっていうとダメではないんですけど、じゃあ、濃かったら美味しいかって言ったら、濃すぎてもダメですから、その辺の、こう、なんていうんですかね、バランスが難しいなっていう感じはしますね。で、ヨーロッパのものっていうのは、あんまり日本って流通がないので、ちょっと試したことが、まあ、数えるぐらいしかないんですけど、まあ、そういうものも、あります。ちょっと今、音の記憶がないので、話はしないですけど、そういうものもありました。じゃあ次にですね、じゃあカップリングの話はまあそろそろ置いておいて、抵抗って、まあ真空管の周りにつく抵抗って実は3つしかないんですよ。自己バイアス用の可塑度の抵抗と、グリッドリークの抵抗と、プレートの負荷になる抵抗の、この3本しかないんです。じゃあこの3本の中で、どれがインパクト大きいのっていう話になるってくるかなと思うんですよ。自分的には、パワー感で言うと、やっぱり可塑度の、電気がいっぱい流れるところは、まあ、可塑度じゃなくても電気は、プレート側もいっぱい流れるんですけど、可塑度側の抵抗っていうのは、すごい、こう、重要っていうかな、音が違うなっていう感じはしますよね。だから、巻き線の、緑色のホーロー抵抗とか、メタルクラッドとか、デールの、灰色の無誘導巻き抵抗とか、いろんな抵抗がありますけど、まあ、いろいろ試してみると、正直これも音の違いが出て面白い部品ではありますね。とですね、今言ったやつを、実物的に言うと、これが、見えるかな。これがデールの抵抗ですよね。デールの抵抗。それから、これが、ね、デールの、もうちょっと大きいやつだとこういう感じですね。大きいタイプですね。それとか、そんなに値段は高くないんです。この、ごめんなさい、これ茶色いんですけど、オーマイトっていうですね、抵抗です。ピント合わないな。オーマイトっていうのがあって。うん。これは、値段はそこそこするんですけど、結構音が好きで、こういうやつですね。こういう。ホーロー抵抗ですね。この辺が見えるか。ホーロー抵抗ですね。日本の緑色のやつはね、すごい多いんですけど、これは、デジキーとか RS コンポーネント使えば、簡単に買えるものですので、まあ、使ってみると面白いかなと思います。僕は結構好きで、よく使ってるタイプですね。あと、日本の緑色のがあるんですけど、ちょっとそれはあんまり自分は使わないんで、持っていないので、ないですね。まあ、パワー感で言うと、やっぱりちょっとこの可塑度のところは、お金を出しておくと面白いのかなと思います。ただ、
さっきコンデンサーの話したときに付け替えづらいっていう話をしたんですけど、パワー管の仮想度の抵抗もやっぱり付け替えづらいんで、まあ後からはちょっといじりづらいかなっていうのは思いますね。はい。で、そこでじゃあどこを変えたらいいのかなっていうと、やっぱり次変えるとしたら、グリッドリークの抵抗ですね。ここの値はいじらない方がいいんですけど、銘柄を変えるといろいろ音の雰囲気っていうのも違ってくるかなと思います。ちなみにですね、さっきカップリングコンデンサーの話をしたときに、ちょっと今、値っていうふと言ったときに思い出したんですけど、例えばですね、もともとのアンプに、0.22 マイクロっていう値のコンデンサーがついていたとして、それを、コンマ47マイクロに変えると、どういうふうになるかっていうのは、ご存知というかですね、話をしたい、少しだけ話をしようかなと思います。基本的に、その容量の値を大きくすると、低域がアンプ的には伸びるんですね。特性上。ただですね、勝手に変えない方が、出来合いのものは、いいというふうに僕は、ここではちょっと話しておかないといけないんですね。っていうのは、多くのアンプっていうのは、NFB って言って、こう、スピーカー端子から、電圧を取り出して、初段にこうやって戻してるんですね。基幹回路っていうので。そうすると、ここの中でちょっと電気の難しい話になってくるんですけども、一定数とか時定数とかっていう言い方があって、ですね、なんて言ったらいいのかな。信号が、負荷感っていうぐらいなんで、負で戻ってくるんですよ。それが、こういうコンデンサーとかを電気が流れていくと、例えば1キロに対、1キロヘルツに対して、周波数がによって先に行っちゃったり、後からついてきたりっていう、そういうことが起きるわけなんですね。で、ずっとこう、どん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 遅れてきちゃった信号が、ここでこうやって戻されると、負じゃなくて正で戻っちゃうっていうことがあるわけなんですよ。で、そうすると、どうなるかっていうと、これ発信機になって、ギーとかブーとかっていうのが出てくるようになってきてしまうので、そういうことも考えて、回路設計ってしてあるケースがあるので、勝手にですね、容量を大きくしたり小さくしたりするっていうのは、